これからスローインエクササイズの練習を始めます。まず仰向けになり膝を立てて休みます。この際首の下に手のひら1枚余裕がある感じ、また腰の下にも手が1枚入るぐらいの脊柱の自然なカーブを描くようにしてください。今押さえているところはおへその真横にある腰骨です。はい、上前頭骨棘と言いますけど、そこを押さえています。でこれから、お腹に力を入れるエクササイズをします。お腹に力を入れる際にはお腹をへこませるような形をして、でさらに今押さえている腰骨のあたり、そこに力が入るようにしっかりとお腹をへこませてください。やってみましょう。はい、お腹に力を入れてお腹をへこませるようにします。呼吸は自然にしてください。でこの際も腰の下には手が1枚、腰骨が後ろに倒れたり、骨盤がですね後ろに倒れたり、はい、逆に反っちゃったり、はい、そういう形にはならないように最初の姿勢のまま、はい、お腹に力を入れていきます。はい、その姿勢を10秒間保持してみましょう。じゃあ始めます。呼吸は自然なまま行ってください。はい、それでは10秒間と言います。用意スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、結構です。先ほどのエクササイズで腰の骨が潰れてしまう場合はバスタオルをこのように丸めて腰の下に置きます。はい、で今腰の下にタオルが入ってるんですけど、このような形で先ほどと同じです。腰骨を触りながらお腹に力を入れて10秒間数を数えていきましょう。始めます。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、大丈夫です。次の姿勢は座位です。背中に棒を当てています。棒が当たっている位置は後頭部と、背中と仙骨に棒はあります。その状態のまま作業と同じようにドローインをしてみましょう。はい、お腹に力を入れてください。お腹がへこんでいるのがよくわかると思いますが、脊柱は位置は変わりません。棒から頭や背中が離れないように意識をしてお腹に力を入れていきます。このまま10秒間数えていきましょう。5 6 7 8 9 10。はい、結構です。